ライトスタンドに運んだという一本になりました。セカンド田中健介よく追いついている。ファインプレー。田中健介ちょっとこう肩を痛めている間は守備範囲が狭くなってるかなと思ったんですが、徐々にそれも戻ってきましたね。そうですね、まあ、本人も日に日に怖さがなくなってきているというふうに言ってましたね、はい。まあ、一時は指名打者で出場していた時期もありました田中健介ですが、よく反応しています。大きな大きなツーアウト目を取りました。5年連続ゴールデングラブを獲得したこともありますこの田中健介です。